はい、皆さんこんにちは、島田祐介です。毎朝ですね、時間ギリギリまで寝ときたいなっていう方いませんか？まあそういうゆとりがない生活をすると自分自身にストレスを与えてしまうそうです。ということで、その対処法として早起きっていうのがおすすめなんですけども、早起きをするといっぱいいいことがあります。それをちょっと今日は紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください、どうぞ。ということで、今日のテーマなんですけども、やらないと損する早起きの習慣っていうのでちょっとご紹介していきたいなと思うんですが、僕もですね、実は早起きするようにしました。これ僕が開業してからなんで、自分で創業してからなんですけど、まあ本当にもう8年ぐらいずっと早起きの習慣を続けてるんですけど、大体僕は5時に起きます、毎朝。やっぱりですね、朝早く起きると大体みんな出社が8時半とか9時ぐらいじゃないですか。なのでだいたい3時間ぐらいは結構いろんなことできるんですよ。早起きすると夜遅くなるっていうのもないですし、なので結構12時とかぐらいには寝て、まあ、5時ぐらいに起きるっていう生活をだいたいやってるんですけど、結構本当にいいことが起きるので、例えばどういうことが起きるかっていうのをちょっとこちらに挙げてみました。ドン。まず1つ目は自律神経が整う。で、2つ目に朝の時間を有効活用できる。で、3つ目に睡眠の質が上がるっていうのと、4つ目に作業効率がアップするよっていうので、ちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、まず1つ目の自律神経が整うっていうのは、これなんか僕最初自律神経ってどういう効果があるのかよく分かんなかったんですけど、まあ、人間のこう活動を支えるリズムみたいなものらしいです。つまり精神的なコントロールだったりとか、自分の健康管理につながるっていうので、非常に大事な神経みたいですね。自律神経の働きが整うと、自分のこう脳とかホルモンバランスが整っていくっていうので、すごい大事な役割を果たしてます。なのでこれが早起きをすると、まあ、ここが整ってくるっていうのは、自分の集中力とかストレス軽減、まあ、ストレスコントロールですねにつながってくるので、非常にメリットが大きいところになります。で、2つ目にやっぱりこの朝の時間を有効活用できるっていうのは、僕はめちゃくちゃおすすめなところなんですけど、いわゆる朝活ですね。どうしてもやっぱり夜いろいろ仕事終わってからやると疲れたりとか、まあ、勉強してても眠くなったりとか、僕も司法書士の勉強するときやっぱ朝やってました。僕も当時仕事してたので、夜はやっぱり疲れて寝ちゃったりとか飲み会があるっていうので、朝の、まあ、この時間帯結構集中もできるんですよね。なんで朝活やってたんですけど、今はどういうことやってるかというと、大体読書とまあジム行ったりランニングしたりっていうのをやってたりしますね。あとまあ仕事もやるんですけど、まあ、やっぱ皆さんにおすすめなのはやっぱ運動かなというふうに思います。で、これ、まあ、女性の方おすすめというか、まあ、男性もそうなんですけどね、早起きすると交感神経がすごい優位になるので脂肪燃焼につながりやすいみたいです。なので早起きをして自分がこう朝光浴びて運動とかすると、まあ痩せやすくなるし、ダイエットにつながるし、そうすると健康にもつながるっていうので、やっぱりここは非常にいいのかなと思いますし、朝早くこう散歩とかするじゃないですか。で、やっぱすごい気持ちいいんですよね。で、気持ちいいし、で戻ってきて、まあ、コーヒー飲みながら新聞読んだりとか、そして情報を仕入れする。で、まだそれでも余裕あるんで本読んだりとかすると、やっぱりこう今までに朝やらなかったことで自分プラスになるんですね。そうするとなんかすごいいい気持ちで仕事に臨めるっていうので、めちゃくちゃいいのかなというふうに思うんですよね。なので結構毎日がこう刺激的になっていくっていうのは2つ目のおすすめのところです。なのでおすすめポイントはやっぱり運動と読書。睡眠の質がアップするっていうところなんですけど、結構やっぱ皆さん今スマホ使うじゃないですか。で、夜までずっとスマホやってると、なんかブルーライトなのか、結構やっぱりこう神経が起きちゃって、なかなか寝つけ悪いとかあると思うんですよね。でも結構早起きするとやっぱり夜眠くなるんですよ、必然的に。で、朝光浴びて自分のこうバランス整っていって、夜はやっぱり眠くなってくるんで、体内時計が整っていくっていうのがすごくバランスよくなるのかなと思います。で、必然的に眠りが深くなるので、僕はすごくこの数年はですね、かなりよく眠れてるなという印象を持ってます。まあ、最後に仕事の作業効率がアップするっていうところなんですけど、これなんかちょっと有名な話なんですけど、例えばアップルの創業者のスティーブ・ジョブズさんとかですね、スターバックスの経営者の人とかもやっぱり早起き習慣みたいですね。結構やっぱ経営者の人って早起きの習慣をつけてる人が多いのかなと思います。で、これ僕もそうなんですけど、やっぱり午前中にパフォーマンスってすごい上がるんですよね。なので、まあ、9時から会議とかもあるんですけど、やっぱそこにピークに持っていくっていう意味で早起きをして、ちょっと自分で整えるとかっていうのもあるし、まあ、夜はどうしても飲み会とかあるとですね、仕事はできなくなっちゃうんで、まあ、それを朝に持ってくるっていうイメージで、大体朝方に持ってくるかなと思います。どうしてもやっぱり5時はきついなっていう方は、せめて10分でも早く起きればそれだけちょっと本でも読めるじゃないですか。なので
まあ、できれば1時間もしくは1時間半とか今より早く起きるっていう習慣をやってみると皆さんの人生が変わるかもしれませんということで、ぜひ実践してみてください。ということで Twitter でもですね情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。